8メートルの通過、2分15秒。最後は9
勝利で維持しました田中希実選手に伺います。まず予選最初の走りでしたけれども、感覚状態いかがでしょうか。そうですね、ちょっとできるだけ引っ張らないようにしたんですけど、少しラストは他の引き締めの力を残して終わることはできたと思います。明日の決勝、どういったレースをしたいですか。そうですね、この世界に通用する走りを目指したいです。明日も期待です。